出たものだから、あなたの思いつくこと、行動力は、お相手様が引き寄せたものだから形になる、というふうに、3つのカード連動して出ましたね。はい、成功の年です。行動してください。はい。素晴らしい結果。だから言葉に表現しないと損ですよって言われてますね。で、全てが成功につながり、実を結びますから、やりたいこと、欲しいものを全部口に出して表現してください。それが全て叶いますからと。そういう年ですからと。考え、案ずる必要ないです。そういう年だと思って行動してください。全部実を結びますので。はい、力強いメッセージいただきました。はい、とても可愛いお花ですが、選び取ることの知恵と内面の輝きですね。ちょっと真剣に本腰入れてやってみましょう。遊びではないですよ。でも軽やかに。ということでした。はい。これどうなんだろう。続けて、なでしこさん、見ていきます。はい。なるほどね。あなたが願ったことは、周囲の願い事でもあります。なので、自然にあなたが思いついたこと、やりたいことは、自然の摂理にかなっています。と出ていますね。あと、失うものにフォーカスしないでください。例えば断捨離で、いらないものを捨てて、手に入るものは片付いたお部屋という、捨てることによって得られるものありますよね。というふうに出てますね。あと、もっと心開く必要がありますねと。まだまだ硬いですよと。この木の根っこのように、あなたの心には、あなたが気づいていない茨のようなものがあって、それが、はびこっているので、ちょっとその心のトゲの断捨離、オープンマインドするとよりスムーズに自分のしたいことが出てきて、それは周囲の人たち、あなたの願いを叶えることが自然の摂理にかなっていることだと信じてください。そのことに抵抗があるなら、その抵抗感を取り払ってください。オープンマインドで、あなたの願いというものは、あなたの願いが叶うということは、自然の摂理にかなっている、直結したものだということを疑わないでくださいと出てますね。ご自分の気持ちを殺すほど、もったいないというか、エコじゃないことありませんよと言われてますね。したいように、特に小学校の時とかね、自分のしたいようにする子をたしなめて、で、人というのは自分を抑えて周りに合わせて生きていくものだというふうな、今は知りませんよ。私たちの育てられた環境では足並み揃えること
とか労働者を育てることが、まあ、共通一次世代はそういう方針で、あ、出た出た、カップのナイト出ましたよ、幸先いいですね。はい、あなた、お相手様があなたを望むことは自然の摂理にかなっているんだということ分かりますかね。あなたが引き寄せたから、お相手様はあなたに対して思いを伝えたい。で、それを阻むものがあるとすれば、お互いの心に、はびこっているしがらみ、自分をの願望を抑えつけることであったり、長年のその小さい頃からの教育の、教えで不要なものが固形化して、あなたの自由な心を、不自由にしているなら、今こそその制限の枷を取り外す時ですと。それがあなたにとって有益なものであるならば、それは必要ないんだけど、あなたはもっとオープンマインドにして、あなたの願いを叶えることが自然の摂理にかなっているんだということに、そろそろいい加減気づき始めてください、時代は変わりましたよ、というふうに言われていますね。はい、これがどれだけ大事なこと でどれだけ、まあ、特にね、年配の人たちの足かせになっているか。でも今の年配の人たちすごく自由そうに見えますけどね。こう本当に昔のしがらみから解放されて身軽になったように見えませんか。一部残っていたとしても、それは領族として残っている形であって、特にその下の世代の人たちがいろいろな因習にがんじがらめになる必要全くないと思うんですよね。自由層な年配の方たちを見て、それで自分たちが身を縛る必要って何かありますか。はい、ではお相手様のお気持ち、今年1年どうだったでしょうか。現在も合わせて、あ、やっぱり出たね、カップのナイト。なんでだろうね、出るね。やっぱりジャンピングって、そこのカードにエネルギー来てるんだよね、お相手様からの。すごいね、あなたに気持ちはお伝えしたんだって今年で、それをあなたが受け取るか受け取らないか。はい、それ見ていきましょう。お気持ちお伝えしたお相手様に対しての妨害は、あ、通じなかったこと。自分としてはお伝えしましたよと。自分の気持ちははっきりとあなたに求愛したはずだと、お相手様はそのようにお考えです。妨害は、それが通じ合えなかったこと。と、お考えというかね、妨害に出るのがあなたのお気持ちだとしたら、お相手様はあなたに、思いを届けた。で、あなたのお気持ちがお相手様にどのように通じてるかというと、二人の気持ちは通じ合えなかった。何でしょう、この行き違いは。はい、顕在意識の方を見ていきます。がっかり。がっかり。がっかりですね。お相手様のお気持ち。がっかり。これだけお伝えしているのに、あなたからの返しがなかったのがひどく残念。潜在意識。何が足りなかったのだろうか。悩んでおられますね。
差し出したものに対して得られる報酬がなくってがっかりされてます。何の行き違いでしょうか。過去ペンタクルの2。まあ、あのツインソウル的な結びつき、ここにも2が出てますけどね、あったでしょうと。お互いに魂が通じ合ったようなことありましたよねと出てますね。あなたはそれを何も感じなかったのですかと。お相手様はお考えのようです。で、近い将来、まだ待ってますよと。まだ待ってますよと。あの、カップ差し出したままなんですけど、あの、受け取っていただけませんかねというふうに出てますね。これ、あの、差し出した手前、引っ込みつかないんですけど、みたいな。いつまで待てばいいですか？時間かかりますか？というふうに出てますね。はい。あ、すごくいいですね。あなたの行動一つじゃないんですか？とは。そんなお相手様にアドバイス。迷いを捨てなさいと。あの、そのカップを差し出すことを、そんな、あの、どう言ったらいいのかな。この絵柄的には一つなんですけど、あなた、もっと自信を持って差し出さないと、その手が震えていたり、手が震えすぎて中身が全部こぼれてたら、受け取るものも受け取れないですよね、と。あの、あれこれいろいろ迷うのは、迷いを捨ててくださいと。もうあなたしかいないと、あの、はっきり態度に出すべきですと。表になりそうな方ですね。スターのカードとか、カップの7が出る方は、あの、たくさんのチャンス、に恵まれそうな方ですので、ちょっと自信、あなたにカップを受け取ってもらえなかったことでかなり自信喪失されてますよね。太陽のカードといい、カップの7を逆位置といい、ここにも7、ペンタクルの7出ているので、あの、確信があってあなたに思いを告げたのに、受け取ってもらえなかったことが、お相手様にとってはかなりご自身の自信の喪失につながっておられますね。そんなお相手様、あなたのことどうお考えでしょうか。自分の思いがあなたを苦しめているように見える。なるほどね。しがらみってやつですよ。わかりますか？お相手様の見えている姿。この、異様に絡んだ根っこなんですよ。これいらないですよね。これない方がすっきりしますよね。これとこれ同じなんですよ。あなたの心を縛っているもの。それって、そんなにあなたの心を縛っているものがあなたの心より大事なのですか？と聞かれてますね。あなたの
ミイラ取りがミイラになるじゃないですけど、これは本来あなたの、魂を守るための、必要なバリケードだったんですけど、そのバリケードがあなたの魂の行き先を阻んでいるのであれば、そのバリケードいらないですよね。今まではあなたの身を守るために役立ってくれていたものかもしれないけれども、もうそうじゃないですよと。このバリケードもう必要ないですよと言われてますね。はい。すごい愛のメッセージに感じるんですが、伝わっておるいますかね、お相手様からの愛のメッセージ。あなたのその守らなければならないものって僕にくれるものじゃないの。あなたが今までそれを大事に守り続けてきたのはわかるけれども、それを閉じ込めたまま二人の関係を終わらせるつもりですかと。もっと心を開いてほしいと言われてますね。はい。お相手様の願望ですが、一度差し出してしまったので、受け取るまで、あなたに届くまで、このカップは差し出し続けたいというふうに出てますね。はい、最終結果。あ、ワンドの4。その心のバリケードを取っ払うんじゃなくって、そのまま門扉にしてもいいから、開け閉めできるようにして、早く2人でお家建てましょうっていう求愛のカード、結婚したいカードですね、出てますね。こんなにたくさん門扉いらないので、2つぐらいに減らして、開け閉め、2人の生活を守るための門扉にはしたらいいから、その材料を使って柱を立てて家を建てましょうというふうに、建設的な方に、使うことになりますね。はい。いいですね、このカードで。では、お相手様の願望を見ていきます。今年1年その願望がどこまで達成されたのか、気持ちで出るかな。来年の兆しは良さそうですけどね。ただ、あなたの、まあ、ここにも出てるんですけどね、あなたの行動待ちなところはありますよね。お相手様のお立場からすると、もう自分がすることはした、お伝えする。したつもりというふうに出ているので、あとはあなたの反応待ち。はい。で、なるほどね。あなたは自分のエネルギーそのものだと。
太陽がないと地球は生命を育めないように、あなたのそばから離れると僕の心は死んでしまう。わかりますか？凍え死んでしまいますね。まあ、冬の日の暖炉の火のようなものと考えていただいても問題ないですね。まあ、もっとエネルギー、ですけれども、で、近い未来、まあそうですね、もう一度二人の関係をやり直したいと願っておられますね。この諦めたわけではないと。あなたのことを諦めたわけではない。だって太陽なんだから離れるわけにはいかないから。もうお相手様としてはもうはっきりとあなたに思いは告げたはず と言ってますね。で、それに対して得られる報酬がなかったと出てますね。なかったと。反応が悪かったと。それはやはり、しがらみのせいでしょと。心のバリケード。あなたの心のバリケードを解き放つことができなかった。まあ、お相手様の願望から読むと、これ以上は抱えられないから仕方なく表現した。これ以上を自分では持ちきれない思いだったので、あなたに差し出した。見返りがないのは分かってたんだね。見返りが得られないのは分かってたんだけど、お伝えせずにはいられなかった。自分の心から突き動かされた。これだけ潜在意識から、いや、ソードの9本で突き上げられたら、それは差し出しますよね。ほとんど脅迫観念で あなたに思いを告げた。苦しみから、抱えきれない苦しみから、見返りがないと覚悟を持ってあなたに思いを届けた。あなたに対してのあれこれは本当にたくさん期待がある。はっきりしないけれども、あれもしたいしこれもしたいし、あなたとの関係が発展しないことには何一つ叶えられない願いなんだと。そこに必要なのはあなたの笑顔。すごい熱い思い。だけれども、それは叶わないからこそ願う。
ちょっと熱いものが込み上げてきますね。叶わないとしても祈り続ける。あなたに対しての思い、ああ、やっぱりお家建てましょう、結婚しましょう、あなたは自分にとってのエネルギーそのものだから、あなたから離れたら自分はもう生きていけないから、だから自分ができることはしたはずだと、あとはもう叶わないのは分かってても、もう祈るしか方法がないんですと。ああ、美しい恋ですね。そんな風にお考えのようです。あなたの願いは、自分の願いはあなたに少しでも届いていますか？というふうに来ましたね。もしあなたの方で自分のことが頭から離れられないんだとしたら、それは私が祈り続けているからですよ、というふうに。すごいね、あの万葉集に出てきそうな素敵な、歌の歌詞になりそうなリーディングでした。なかなかね、感動して涙が出るのは初めてかな。だから面白いんですよね、タロットって。人の思いをこういうふうに探るためにやっていると言っても過言ではない。本当に、はい。ではそんなお二人のボトムカード見ろって言われましたね。そんなにあれですか、カップの4、そんなにあれですか、ボトムカードって。あなた、お相手様から見てあなたはカップの4に見えるんだって。もうお腹いっぱい、何もいらない、あなたもいらない、そんな風に見えるんだって。まあそれの原因はさっき出しましたよね。はい、では自然エネルギーの方からお二人にメッセージいただきます。はあ、ほんとね、カードリーディングだけでね、一本恋愛小説読み切ったような。まあ、特にあの叶わない恋のなんて人の心を打つんでしょうね、本当にね。叶うはずのものが叶わない時に人の心から汗が溢れるんですよね。青春は心の汗だみたいなね。はい、自然エネルギーからはね、あのまあそんな思いもあることを、わきまえつつ、あなたは前に進んでいってくださいと。でお相手様に対しても、あなた的に 100% 出し切ったとしても、まださらに
心を開いてもいいんじゃないですかと。あなたの思いの表現が正しいというか、思いの表現が確実に相手に届いているとは限りませんよね。なのであなたはもっと、まあ、人間関係全般に言えることなんですが、他者に対して心を開く必要がありますねと。あなたの課題はそこですと。だから結構ねっていうか、このしがらみはお相手様の方かもしれないですね。心のしがらみ、まあ、お互いのしがらみあるでしょうけど、お相手様も、ご自分で 無意識に作り上げたこのしがらみというものに絡まっていて、なかなかうまくご自身を表現できていない。自分では 100% 表現しているつもりでも、相手にはその半分も伝わっていないことがあるということを、だからこの鏡、太陽を映す月のように、ご自身のこと、ご自身の内面に集中しすぎなんですよね。それがどのように他者に対して干渉して反射しているかを今一度確かめる必要があるということですね。表現があまりにも奥ゆかしくて届いていない可能性がありますよと。表現方法に関してもう少し第三者的な視線でご自分の行動というものについて考えてみてくださいと。で、あなたに対してはもう突き抜けましょうと。未来は明るいし、成功が待っているんですから、何を躊躇することがあるんですかと。この足元の潔さ、すがすがしさを見てくださいと。確かに早朝でもやがかかって足元はっきり見えないかもしれないけれども、しがらみめいた根っこは何一つないでしょうと。道は一本に開けています。あなたもお相手様に対して一本道を開いたはずですと。なぜ歩みを進めないのですか。目に見えないしがらみにとらわれて、なぜここから一歩足を踏み出さないんですかと。見える先には栄光しかないのに、一体何を恐れてあなたは立ち止まっているんですかというふうに出ていますね。で、対照的なことに、お相手様月のカードで、あなた太陽のカード出ましたね。あなた、お相手様にとってはあなたは太陽のような存在ですので、あなたの輝きこそがお相手様のエネルギーとなっていることを、今一度はっきりと自覚してくださいと。あなたたち二人は太陽と月のような関係ですので、太陽が輝きを失えば、月は、どこにあったかも分かりづらくなりますし、あなたがお相手様の太陽であるということを自覚して
くださいというふうに出ましたね。はい。いやー、ちょっとね、この動画は見返したいと思いますね。いやー、なんか思いが突き刺さってきて感動してしまいました。はい、ちょっと見返したいと思います。で、公開できるに耐えられるものかどうかを検証していきたいと思います。まあ、どちらにせよ、さすがなでしこさんでした。なんか行き違いのあったお二人のようですが、あなたたちがはっきりしないから、私がはっきり思いを、二人の思いをつなげたよというふうにおせっかいカード出てきましたね。はい、ここまで言われないとわからないんですか、お二人は。ここまで言われてもまだ心にわだかまりがありますか。そんな風に問われている気がしますね。はい、では今年のリーディング、このような形で終わりました。来年にどう生かすかは楽しみですね。最終結果がワンドの4か、楽しみですね。進展発展のカードですから、あなたはお相手様にとってエネルギーそのものですから、エネルギー供給をストップするのだけはやめてあげてください。死んでしまいますよ、あなたが思っている以上に。あなたの影響力は計り知れないものがありました、お相手様にとって。はい、では超大作となりましたね。1時間ぐらい喋ってるかな、もしかして。ちょっと検証し、動画、視聴に耐えうるものかどうか、ちょっと検証していきたいと思います。